スカイプ。昨日引っ越しが終わったので、自分は自分の3人前に事故があったという物件に後から分かったのですが住んでいた。入居の際、感覚的になんとなく変だなとは思ったけれど、内装もきれいにリフォームされていたし、都内なのに比較的安かったのですぐに契約した。何事もなく半年が過ぎた。去年11月頃、一人で部屋飲みしながら遠距離の彼女とスカイプをやっていた時、彼女が、後ろにいるの誰？友達？って聞いてきた。びっくりして振り返ったけれど誰もいない。でも彼女はスカイプ画面に映る俺の部屋の後ろの南側窓のところに T シャツ姿の男が後ろ向きで立っていると言っている。ふざけているのかと思った。翌日夜、試しに大学時代の友人にスカイプ入れてみた。友人には何も告げずに話していたけれど、特に何の指摘もされず、やっぱり彼女の気のせいだったのかなと思いかけた頃、お前、部屋にいる友達か誰かの笑い声なんとかしろよ、一緒に飲んでるのかよと言われ、え？となった。テレビもつけていず、部屋は無音のはずなのに。何度かそんなことが続いて気味が悪かったけれど、自分には特別害が及ぶこともなかったので、そのまま住み続けていた。しかし今年4月、帰宅後ユニットバスに入ろうとバスのドアを開けた瞬間、突然見知らぬ男が飛び出してきて、部屋を突っ切って窓際まで行くと、後ろ向きのまま大笑いしだして、察しをガタガタ揺らし始めた。恐怖で立ちすくんでいるうちに突然見えなくなったけれど、気のせいだとは思えなかった。あまりにも怖かったので、その夜はネットカフェに泊まり、翌日不動産屋を追求してみたら、以前硫化水素自殺があった部屋だったそうだ。死んだのは大学生の男。こんなことって本当にあるんだっていうのが正直な気持ち。今度引っ越してきたこの部屋では何もないことを願いたい。以上、スカイプをお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇地の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、ということで本日7月17日98夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。連日ね、猛暑が続いておりましたが、ようやく暑さも一段落しまして、ちょっと今日はね涼しいような感じでしたけれども、ごめんなさい、今ちょっとねこちらの方でね、何の音だパソコンの音がね、はい、先ほどまでちょっと埼玉の方は雨が降ってたんですけれどもね、今日は少し涼しやすい、過ごしやすい。ただちょっとね、湿気がひどくてですね、動くとやっぱり汗は出るんですけれども、いつもに比べれば、若干過ごしやすい気温だったかなというような一日でございました。またね、なんかこれが来週あたりから暑さが戻ってくるような感じらしいですけれども、いやー、暑さが戻ってくることより何よりですね、我が家では来週からも息子くんが夏休みに入るというのが何よりちょっとね、恐ろしいというか震えが来る話なんですけれどもね、小学生、中学生をお持ちの親御様、いよいよ恐ろしい夏休みがやってまいります心してかかりましょうということでね、はい、
早速書き込みをいただいておりますので読ませていただきたいと思います。282番タツン1020さん、こんばんは、待ってましたよということで、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。283番コロニーさん、こんばんは、今夜も聞かせていただきますから、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。284番ネオさん、 BGM リディレイかかってる。リディレイって何？特に何も触ってない、いつもと。ただちょっとこちらの、私のヘッドセットの方の音量を少し上げてる感じですけれども、聞いた感じ何か違和感がありますか？ちょっとだけね、じゃあこちらのヘッドセットの方の音を下げまして、あれなのよね、パソコン本体のスピーカーの音量を上げると放送になんか支障出ますかね。音声の方がでかくなったりとかしますかね。多分ないと思うんだけど、通常ね、パソコン上のスピーカーの音量を上げるか、もしくはソフトの方のリスン音量っていうのをね、上げるかして対処してるんですけれども、やっぱりね、若干 BGM の音量下げてますので、ヘッドセットの方にね、音が入らないんで、あれ、果たして曲鳴ってんのかな、ちゃんとっていうことがあるんですけどね、あんまりこう耳の方に大きく音が入ってしまうと逆に読みづらかったりとかするんで、かすかに聞こえる程度にしてるんですけれども、はい、特にね、設定は何もいじくってないです。なんで800って言いそうな、285番ひなのすけさん、こんばんは、リゾートバイト来た、楽しみですということで、はい、こんばんは、いらっしゃいますでございます。リゾートバイトね、昨日ちょっとね、ガーッと目読したんですけれども、長いねびっくりするぐらい長いね。あれですよ、これ、コアバラサイトさんって一番最初にそのページを開いたときに、何分かかります、読むのにね、だいたい所要時間何分ですというふうに出るんですが、これリゾートバイト開いた瞬間にね、読むのにかかる所要時間約70分って書いてあって、心が折れそうになりました。だいたい倍かかるんですよね。倍で済むことってないな。だいたいいつもの調子で読むと3倍ぐらいかかるのかな。たったかたったか読むと大体倍の時間で終わるんですけれども、いつもみたいにしてこう読んでいくとですね、ちょっと間を空けたりとかね、そういう形で読んでいくと大体2.5から3倍ぐらいかかるんで、やっぱね、2時間半から3時間ぐらいかかるかなって感じですよね。なので、一応今日1回で全部読むというような無茶はしません、途中でね、1回切らせていただいて、で来週の水曜日に続きから後編を読ませていただくというような形にさせていただきたいと思います、ね、あんまり無理してね、グダグダになっちゃうのも嫌なんで、切りのいいところで一旦切らせてもらってね、やろうかなと思っております。286番キャンピングカーでの恐怖体験さん、こんばんはということで、はい、こんばんは、いらっしゃいますでございます。287番松屋町春さん、松屋町春さんすいませんね、大ネタ来たということで、はい、ついに大ネタに手を出してしまいました。頑張りますよ。288番トフさん、師匠よふ、今日は長編頑張ってということで、はい、頑張りますよ。トフさん手大丈夫ツイッターの方でね、手えぐれたっつって写真載ってましたけれども、下手なホラーより怖いよね、ちょっとこの時期傷が化膿したりとかすることもあるんでね、お大事にしてください。289番星さん、はじめまして、こんばんは、いつも楽しく聞かせてもらってますということで、はい、こんばんは、はじめまして、よろしくお願いいたします。あやかし語り語り部の行安と申します。どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。290番よっくんさん、こんばんは、もうすぐ100回ですね。100回記念はエロ怪談祭りだよね。そうだよね、きっとそうだよねしないよしない、何その変なプレッシャー。
だから色気が出せないんだってば。色気が出せない、本当だよね。98夜だもんね。来週の水曜日100回目じゃないですか。こんなに続くと思わなかったな、正直ね。今週の土曜日が99夜で、来週の水曜日が100夜ですね。100夜目にリゾートバイト読み終わるっていう。エロ怪談読まないよ。ね、みんなエロ怪談好きだよね。だけどごめん、みんなの期待に応えられないから。だってすごいみんな期待してくれるけど、色気ないもん、無理だもん、読めないもん、ということでね、はい、却下でございます。291番豆腐さん、今の段階だと俺の方は BGM に異変はないですよ、ということで、はい、ありがとうございます。ね、一応こっちでね、いつも通り流してるような感じでも、こう聞いてくださってる方でね、若干異変があったりとかすることもあるんで、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。292番伊勢戸さん、こんばんは。20日書き込みさせていただきます。昨晩はサイファーさんのラジオの掲示板でご意見いただきありがとうございます。リゾートバイト楽しみに聞かせていただきます、ということで、はい、こんばんは、いらっしゃいませでございます。こちらこそね、昨日はサイファーさんのラジオの掲示板で、いろいろとお世話になりまして、基本ね、私ゼロ感でございますので、見たりということはないんですけれども、例を見たりとかっていうことはほぼ経験ゼロなんですけれども、それ以外のことではね、ちょっと不思議な体験してたりとか、私よりもうちの母がね、妙な体験をしてたりとかしますんで、そういったお話をですね、8月の旧暦のお盆の時にね、ちょっとまた特別枠で放送させていただきますので、そちらの方でお話しさせていただこうかなというふうに思っております。293番抹茶町春さん。抹茶町でいいんですよということで、マジですか、抹茶町でいいんですね、はい、ありがとうございます。すいませんね、なんだろう、漢字でね読むとね、あ、こうなのかなと思うんですけど、ご自身のこだわりがあって名前をつけてらっしゃる方もいるんで、うわ、果たしてこの読み方でいいんだろうかと思いながらね、いつも読ませていただいてるんですけれども、教えていただいてね、ありがとうございます。で、本日はですね、第1話目にスカイプというお話を、読ませていただきました。事故物件に住んでたというね、ある主人公さんのお話なんですけれども、で、スカイプ音声だけじゃなくて、きっとね、画像通話もされてたんでしょうけれども、どうやらこうそこに映り込んだり声が入り込んだりするということでね。で、お風呂に帰ってきて、お風呂に入ろうと思ってお風呂のドア開けたら、突然男の人が飛び出してきて、大笑いしながら殺生ガタガタ揺らし始めるって。いや、それだけでも結構気色悪いのに、ね、後で聞いたら硫化水素の自殺があったって、マジお風呂場じゃないですか。いつまでそこにね囚われてるんだよって気もしますけれどもね、でもあれですよ、昨日一昨日かな、ツイッターで写真が回ってきましたけれども、とある某住宅検索サイトですよね、でそちらの方で格安の事故物件というので写真付きでね、回ってきてましたけれども、ネズミさんのいる夢の国に近い場所にあるアパートなのかな、一人暮らしなのに一人じゃない感じがするっていうね、格安の事故物件ですみたいな音符付きでね紹介されてましたけどね、こんな紹介するようになったんだと思ってちょっとね結構ビビりましたけどね、ものすごいものすごい紹介の仕方でしたけどね、写真、部屋の間取りの写真と一緒にね、おばきゅうの絵がついてんですよ。はぁーとか思いましたけど、でしかもね、今そこのサイトを開いたらですね、すごい事故物件の賃貸部屋探し情報っていうのまであるんですね。もう今告知義務がつきましたからね、間に一人入ったから告知しなくていいっていうことはなくなって
ったみたいですよね。もうそうやって業者間でやりくりして、情報を隠しちゃう不動産屋さんが多くなったんで、もう今は必ず告知しなければいけないっていうことで、告知義務がついたっていう話ですけれども、あるんだ、ちゃんとこうやって事故物件ですっていうことで、出してるんですね。ははー、いや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 、そう、家賃 2.3 万円ってやつですよ一人暮らしなのに一人暮らしではないような事故物件、人気の事故物件、初期費用が少額、TDL 近い、バス、トイレ付きっていうことで、ね、音符付きで紹介されてますけどね、どえらい紹介の仕方だなと思って、かなりびっくりしましたけどね。そう、もし事故物件住んでみようかなというのでお探しの方いらっしゃいましたら、今掲示板の方に URL 貼りましたんでね、ちょっと覗いて見てくださいませよ。なかなかすごい紹介の仕方がされてますから、ね。294番ネオさん、多分うちの再生環境がおかしかったようです、失礼しましたということで、いえいえいえ、ありがとうございます。何かね、違和感とかあったら教えていただければ、こちらで対応できることでしたら対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。295番豆腐さん、えぐれたのはジンジンしてます、直径2ミリの電線に牙を向かれました。うわ、いてぇ、直径2ミリって結構太いよ。1ミリとか2ミリとかって言われると、ああ2ミリぐらいかと思いますけど、実際ね、定規で2ミリって言ったら結構な幅ありますからね。いやー、ほんとね、傷悪化しないように、お大事にしてくださいね。296番一星堂さん、僕もゼロ感ですが、少しですが不思議な体験があります、今度投稿させていただきますということで、 ありがとうございます、よろしくお願いいたします。もうね、本当に、どんな体験談でも目撃談でも結構です。今ね、一番来ないかなと思ってるのは、ね、妖怪見たよっていう話をね誰か送ってきてくんないかなと思って、前にあれですよね、お盆にやるから体験談送ってくださいねみたいなことを言ってたら、掲示板の方に、妖怪見たとか言ってもどうせ信用しないんだろうっていう書き込みがあったので、いやいやいや、もうぜひとも送ってくださいよって話をしたんですけど、それっきりね、その方送ってきてくださらないんでね、ちょっと残念と思ってワクワクしながら待ってんですけどね。はい。297番タツン1020さん、291番トウさん、こんばんはってことね。298番まっちゃまちはるさん、一人じゃないって素敵なことね素敵なことですけどね、素敵なことですけどどうなんだろうねあとあれ、もう一丁回ってきてたやつで、どっかの大学、高校だっけの、パンフレットの写真にがっつり心霊写真が写っちゃったっていう、ふわーとか思いましたけど、女の子の足、机に座ってる女の子の足のところにね、誰か全然別人の手が来てるんですって、あるんですよ。女の子の手はちゃんと両方とも机の上にあって、でその周りにいる生徒さんたちも机の上にきちんと手を乗っけてるんですけど、その女性というか女子生徒さんの足のところにね、ふくらはぎのところかな、こう手が触れてるんですよ、ね。何、生きてても死んでても狙うのはそこみたいなそんな感じでしたけどね、はい。ちょっと最近ね、そんなようなのを続けざまに見たり聞いたりしたんで、すげえすげえな、さすがはそういう時期だなと思ってね、はい。300番目のまゆびとさん、一人暮らしなのに相部屋、それは家賃払ってほしいってことね、本当ですよね。家賃は無理だったら、帰ってきたらご飯作っといてくれるとか掃除しといてくれるとか洗濯しといてくれるとか、そしたらすごい嬉しいなそしたら家賃別にいいや、ね。でもあれだよね、帰ってきて、ご飯も用意されてないのに、いつの間にか冷蔵庫の中の食料が減ってくるとかね、最悪ですけどね。はい。ということでですね、いよいよ
超、超っていうかね、コアバナサイトさんの方でもね、大長編というカテゴリーに分けられておりますけれども、本当にね、有名どこの大ネタですよ。やってきてしまいました、リゾートバイト。多分ね、どうしようかな、これ、途中で休まないで一気に読んじゃった方がいいのかな。ちょっと読めるところまで読んでみます。喉の調子を見ながら、これ一回ちょっと切った方がいいかなと思ったところで少し休憩入れるかもしれません。はい、ちょっと頑張りますよ。ね、なんか普通に読むよりも妙なプレッシャーですよね。私一人が妙なプレッシャーです。はい、では、本日のメインですね。リゾートバイトの方に移らせていただこうと思います。リゾートバイト、まずは初めに言っておくが、こいつは驚くほど長い。そしてあろうことか大した話ではない。死ぬほど暇なやつだけ読んでくれ。忠告はしたので始める。これは俺が大学3年の時の話。夏休みも間近に迫り、大学の仲間5人で海に旅行に行こうって計画を立てたんだ。計画段階で仲間の一人がどうせなら海でバイトしないかって言い出して、俺も夏休みの予定なんて特になかったから2つ返事で OK を出した。そのうち2人は何やらゼミの合宿があるらしいとかで、バイトは NG ってことに。結局5人のうち3人が海でバイトをすることに。残りの2人は旅行として俺たちの働く旅館に泊まりに来ればいいべって話になった。それでまずは肝心の働き場所を見つけるべく、3人で手分けしていろいろ探して回ることにした。ネットで探してたんだが、結構募集しているもんで、友達同士歓迎っていう文字も多かった。俺たちはそこから一つの旅館を選択した。もちろんナンパの名所と言われる海の近く、そこは抜かりない。電話でバイトの申し込みをしたわけだが、それはもうトントン拍子に話は進み、途中で友達と2日間ぐらい合流したいという申し出も、その分いっぱい働いてもらうわよというおかみさんの一言で難なく決まった。計画も大筋決まり、テンションの上がった俺たちはそのままなぜか健康ランドへ直行し、その後友達の住むアパートに集まって、風呂上がりのツルピカンの顔でナンパ成功時の行動などを綿密に打ち合わせた。そして仲間のうち3人かっこ俺含むが、旅館へと旅立つ日がやってきた。初めてのリゾートバイトなわけで、緊張と期待で結構ワクワクしている僕的な俺がいた。旅館に到着すると、2階建ての結構広めの民宿だった。一言で言うなら田舎のばあちゃん家、〇〇旅館とは書いてあるけど、まあ民宿だった。〇〇層の方がしっくりくる感じ。入り口から声をかけると、中から若い女の子が笑顔で出迎えてくれた。ここでぐっとテンションが上がる俺。旅館の中は客室が4部屋、みんなで食事する広間が1つ、従業員住み込み用の部屋が2つで、計7つの部屋があると説明され、俺たちは初め広間に通された。しばらく待っていると、若い女の子が麦茶を持ってきてくれた。名前は美咲ちゃんといって、この近くで育った女の子だった。それと一緒に入ってきたのがおかみさんの牧子さん。滑腹が良くて、笑い声の大きなすげえいい人。もう少し若かったら俺惚れてた。あと旦那さんもいて、計6人でこの民宿を切り盛りしていくことになった。ある程度自己紹介とかが済んで、おかみさんが言った。客室は
そこの右の廊下を突き当たって左右にあるからね。そんであんたたちの寝泊まりする部屋は左の廊下の突き当たり。あとは荷物置いてから説明するから、ひとまずゆっくりしてきな。ふと友達が疑問に思ったことを聞いた。友達を A、B ってことにしとく。 A、 2階じゃないんですか客室って。するとおかみさんは笑顔で答えた。違うよ、2階は今使ってないんだよ。俺たちは今はまだシーズンじゃないからかなって思って特に気に留めてなかった。そのうち解放するんだろくらいに思って、部屋について荷物を下ろして部屋から見える景色とか見てると本当に気持ちが安らいだ。これからバイトで大変かもしれないけど、こんないい場所でひと夏過ごせるのなら全然いいと思った。ひと夏のアバンチュールも期待してたしね。そうして俺たちのバイト生活が始まった。大変なことも大量にあったが、みんないい人だから全然苦にならなかった。やっぱ職場は人間関係ですな。1週間が過ぎた頃、友達の一人がこう言った。 A、 なあ俺たちいいバイト先見つけたよな。 B、 ああしかもたんまり金入るしな。友達二人が話す中、俺も、俺、そうだな、でももうすぐシーズンだろ、忙しくなるな。 A、 そういえばシーズンになったら2階は開放すんのか。 B、 しねえだろ、2階っておかみさんたち住んでんじゃないのか。俺と A は、え、そうなのと声を揃える。 B、 いやわかんねえけど、でも最近おかみさんよく2階に飯持ってってないかと友達が言った。 A、 知らん、俺知らん。 B は言う時、玄関前の掃き掃除を担当しているため2階に上がるおかみさんの姿をよく見かけるのだという。おかみさんはお盆に飯をのっけてそそくさと2階へ続く階段に消えていくらしい。その話を聞いた俺たちは、へえ、ふーんみたいな感じで、別に何の違和感も抱いていなかった。それから何日かしたある日、いつも通り廊下の掃除をしていた俺なんだが、見ちゃったんだ、客室からこっそり出てくるおかみさん。おかみさんは基本部屋の掃除とかしないんだ。そういうのするのは全部美咲ちゃん。だから余計に怪しかったのかもしれないけど、はじめは目を疑ったんだが、やっぱりおかみさんで、その日一日もんもんしたものを抱えていた俺は結局黙っていられなくて友達に話したんだ。すると A が言ったんだよ。 A、 それ俺も見たことあるわ。おい、マジか、なんで言わなかったんだよ。 B、 それ俺ないわ。俺、じゃあ黙れ。 A、 だってなんか用あるんだと思ってたし、それに疑ってギクシャクするの嫌じゃん。俺、確かに。俺たちはその時残り1ヶ月近くバイト期間があったわけで、3人で見て見ぬふりをするか否かで話し合ったんだ。そしたら B が、じゃあおかみさんの後ろつけりゃいいじゃんっていう提案をした。 A、 つけるってなんだよ、この狭い旅館でつけるって現実的に考えてバレるだろう。 B、 まあね。俺、なんで言ったんだよ。3人で考えても拉致が開かなかった。来週には残りの2人がここに来ることになってるし、何事もなく過ごせれば楽しく過ごせるんじゃないかって思った。だけど俺ら男だし、3人組だし、ちょっと冒険心が働いて何か不審なものを見たら報告するってことで、その晩はおとなしく寝たわけ。そしたら次の日の晩、 B が一つ同じ部屋の中にいる俺たちをわざとらしく招集。
お前が来いやと思ったが、しぶしぶ B の元に集まる。 B、 俺さ、おかみさんがよく2階に上がるって言ったじゃん。あれ最後まで見届けたんだよ。いつもおかみさんが階段に入っていくところまでしか見てなかったんだけど、昨日はその後出てくるまで待ってたんだよ。そしたらさ、5分くらいで降りてきたんだ。 A、 そんで？ B、 おかみさんっていつも俺らと飯食ってるよな。それなのに棒に飯乗っけて2階に上がるってことは、誰かが上に住んでるってことだろ。俺、まあそうなるよな。 B、 でも俺らそんな人見たこともないし、話すら聞いてない。 A、 確かに怪しいけど、病人かなんかっていう線もあるよな。 B、 そうそう、俺もそれは思った。でも5分で飯完食するって結構元気だよな。 A、 そこで決めるのはどうかと思うけどな。でも怪しくないか。でも怪しくないか。お前ら怪しいことを報告しろって言ったじゃん。だから報告した。語尾がちょっと得意げになっていたので、俺と A はイラッとした。そこは置いておいて、確かに少し不気味だなって思った。2階には何があるんだろう。みんなそんな思いでいっぱいだったんだ。次の日、いつもの仕事を早めに済ませ、俺と A は B のいる玄関先へ集合した。そしておかみさんが出てくるのを待った。しばらくするとおかみさんは盆に飯を乗せて出てきて、2階に上がる階段のドアを開くと僕の方に消えていった。ここで説明しておくと、2階へ続く階段は玄関を出て外にある。1階の室内から2階へ行く階段は俺たちの見たところでは確認できなかった。玄関を出て壁伝いに進み、角を曲がるとそこの壁にドアがある。そこを開けると階段がある。分かりづらかったらごめん。とりあえずそこに消えてったおかみさんは、 B の言った通り5分ほど経つと戻ってきて、お盆の上の飯は空だった。そして俺たちに気づかないまま1階に入っていった。な、早いだろ。俺、ああ確かに早いな。 A、 何があるんだ上。 B、 知らない、見に行く。 A、 ぶっちゃけ俺今超ビビってるけど。 B、 俺もですけど。俺、とりあえず行ってみるべ。そう言って3人で2階に続くドアの3人で2階に続く階段のドアの前に行ったんだ。 A、 鍵とか閉まってないの？という A の心配をよそに、俺がドアノブを回すとすんなり開いた。カチャッ、ドアが数センチ開き、左端にいた B の位置からならかろうじて中が見えるようになったとき、 BB が顔をゆがめて手で鼻をつまんだ。 A、 どうした。 B、 なんか臭くない。俺と A には何もわからなかったんだが、 B は激しく匂いに反応していた。 A、 お前ふざけてるのか。 A はビビってるから B のその動作に腹が立ったらしく、でも B はすごい真剣に、いや、マジで匂わないの？ドアもっと開ければわかるよ、と言った。俺は意を決してドアを一気に開けた。もわっと暖かい空気が中から溢れ、それと同時に埃が舞った。俺、この埃の匂い？ B、 あれ、匂わなくなった。 A、 こんな時にふざけんなよ。俺、何かあったら絶対お前置いていくからな。今心に決めたわ。と、ビビる A は悪態をつく。B、 いや、
ごめんって。でも本当に匂ったんだよ。なんていうか生ゴミの匂いっぽくってさ。ええ、もういいって、気のせいだろ。そんな二人を横目に俺はあることに気づいた。廊下がすごい狭い。人が一人通れるくらいだった。そして電気らしきものが見当たらない。外の光でかろうじて階段の突き当たりが見える。その突き当たりにはもう一つドアがあった。これ上がるとなると一人だな。A、 いやいやいや上がらないでしょ。 B、 上がらないの？ A、 上がりたいならお前行けよ、俺は行かない。 B、 俺も無理だな。 A が B をどつく。俺、結局行かねえのかよ。んじゃあ俺行ってみる。 A、 B、 マジ？俺こういうの気になったら寝れないタイプ。寝れなくて真夜中一人で来ちゃうタイプ。それ完全に死亡フラグだろ。だから今言っとく。わけのわからない理由だったが、俺の好奇心を考慮すれば今 A と B がいるこのタイミングで確認する方がいいと思ったんだ。でもその好奇心に引けを取らずして恐怖心はあったわけで、とりあえず俺一人行くことになったが、何か非常事態が起きた場合は絶対に俺を置いて逃げたりせず真っ先に教えてくれっていう話になったんだ。ただし何事もない時は急に大声を出したりするなと。もしそうしてしまった時は命の保証はできないとも伝えた。俺のね。そんでそろそろと階段を上がり出す。俺、階段の中は外からの光が差し込み薄暗い感じだった。慎重に一段ずつ階段を上り始めたが、途中からパキッパキッと音がするようになった。何事かと思い怖くなって後ろを振り返り二人を確認する。二人は音に気づいていないのか、じっとこちらを見て親指を立てる。異常なしの意味を込めて。俺はかすかにうなずき再度2階に向き直る。古い家によくある床の鳴る現象だと思い込んだ。下の入り口からの光があまり届かないところまで上がると、好奇心と恐怖心の均衡が怪しくなってきて、今にも逃げ帰りたい気分になった。暗闇で目を凝らすと突き当たりのドアの前に何かが立っている。かもしれないとか、そういうかもしれない思考が本領発揮しだした。パキパキパキ。この音もだんだん激しくなり、どうも自分が何かを踏んでいる感触があった。虫かと思った。背筋がゾクゾクした。でも何かが動いている様子はなく、暗くて確認もできなかった。何度振り返ったかわからないが、途中から下の二人の姿が逆光のせいか薄暗い影に見えるようになった。ただ親指はしっかり立てていてくれた。そしてとうとう突き当たりに差し掛かった時、強烈な異臭が俺の鼻をついた。俺は B と全く同じ反応をした。異様に臭い。生ゴミと下水の匂いが入り混じったような感じだった。なんだ。そう思って辺りを見回す。その時俺の目に飛び込んできたのは、突き当たりの踊り場の角に大量に積み重ねられた飯だった。まさにそれが異臭の元となっていて、なぜ気づかなかったのかってくらいにハエが飛び交っていた。そして俺は反響欄の中、もう一つあることを発見してしまう。2階のドアの突き当たりの2階の突き当たりのドアの縁にはベニヤ板みたいなのが無数の釘で打ち付けられていて、その上から大量のお札が貼られていたんだ。さらに打ち付けた釘になんか細長いロープが巻きつけられてて、蜘蛛の巣みたいになってた。俺正直お札を見たのは初めてだった。
だからあれがお札だったと言い切れる自信もないんだが、大量のステッカーでもないだろうと思うんだ。明らかに何か閉じ込めてますっていう雰囲気全開だった。俺はそこで初めて自分のしたことは間違いだったんだと思った。帰ろう。そう思ってきびすを返していこうとした時、突然背後からガリ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 という音がしたんだ。ドアの向こう側で何かが引っかいているような音だった。そしてその後にシッシッシッ、不規則な呼吸音が聞こえてきた。この時は本当に心臓が止まるかと思った。そこに誰かいるの？誰なの？俺の心の中、あの時の俺はホラー映画の脇役の演技をはるかに逸脱していたんじゃないかと思う。そのまま後ろを見ずに行けばいいんだけれど、あれって実際できないぞ。そのまま行く勇気もなければ振り返る勇気もないんだ。そこに立ちすくむしかできなかった。眼球だけがキョロキョロ動いて、冷や汗で背中はびっしょりだった。その間もガリ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 ヒューヒューヒューっていう音は続き、緊張で固くなった俺の足をどうにか動かそうと必死になった。すると背後から聞こえていた音が一瞬やんでシンとなったんだ。本当に一瞬だった。瞬きする間もなかったくらい。すぐにバンって聞こえて、ガリ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 って始まった。信じられなかったんだけど、それは俺の頭の真上、天井裏から聞こえてきたんだ。さっきまでドアの向こう側で鳴っていたはずなのに、それが一瞬で頭上に移動したんだ。足がブルブル震え出して、もうどうにもできないと思った。心の中で助けてって何度も叫んだ。そんな中、本当にこれも一瞬なんだけど、視界の片隅に動くものが見えた。あの時の俺は動くものすべてが恐怖で、見ようか見まいかかなり躊躇したんだが、意を決して目をやると、それは A と B だった。下から何か叫びながら手招きしている。そこでやっと A と B の声が聞こえてきた。 A、 おい早く降りてこい。 B、 大丈夫か。この瞬間、一気に体が自由になり、我に返った俺は一目散に階段を駆け下りた。後で二人に聞いたんだが、俺はこの時目をつむったまま一段抜かししながらものすごい勢いで降りてきたらしい。駆け降りた俺はとにかく安全な場所に行きたくて、そのまま A と B の横を通り過ぎ部屋に走っていったらしい。この辺はあまり記憶がない。恐怖の記憶で埋め尽くされてるからかな。部屋に戻ってしばらくすると A と B が戻ってきた。 A、 おい大丈夫か。 B、 何があったんだ。あそこに何があったのか。 あそこに何かあったのか。答えられなかった。というか、耳にあの音たちが残っていて、思い出すのが怖かった。すると A が慎重な面持ちでこう聞いてきた。 A、 お前上で何食ってたんだ。質問の意味が分からず聞き返した。すると A はとんでもないことを言い出した。A、 お前さ、上についてすぐしゃがみ込んだだろ。俺と B で何してんだろって目を凝らしてたんだけど、何かを必死に食ってたぞ。というか口に詰め込んでた。 B、 うん、しかもさ、それ。 A と B は揃って俺の胸元を見つめる。何かと思って自分の胸元を見ると、大量の汚物がくっついていた。そこから食物の腐ったような匂いがプンプンして、俺は一目散にトイレに駆け込み、胃袋の中身を全部吐き出した。
何が起きているのかわからなかった。俺は上に行ってからの記憶はあるし、あの恐怖の体験も鮮明に覚えている。ただの一度もしゃがみ込んでいないし、ましてやあの腐った残飯を口に入れるはずがない。それなのに確かに俺の服には腐った残飯がこびりついていて、よく見れば手にもそれを掴んだ形跡があった。気が狂いそうになった。俺を心配して見に来た A と B は、 A、 何があったのか話してくれないか、ちょっとお前尋常じゃないと言った。俺は恐怖に負けそうになりながらも、一人で抱え込むよりはいくらかマシだと思い、さっき自分が階段の突き当たりで体験したことを一つ一つ話した。 A と B は何度もうなずきながら真剣に話を聞いていた。二人が見た俺の姿と俺自身が体験した話が完全に食い違っていても、最後までちゃんと聞いてくれたんだ。それだけで安心感に包まれて泣きそうになった。少しほっとしていると足がヒリヒリすることに気づいた。なんだと思って見てみると、細かい切り傷が足の裏や膝に大量にあった。不思議に思って目を凝らすと、何やら細かいプラスチックの破片のようなものがところどころに付着していることに気づいた。赤いものとちょっと黒みのかかった白いものがあった。俺がまじまじと見ていると、 B、 何それ？と言って B はその破片を手に取って眺めた。途端、えっ！と言ってそれを床に投げ出した。その動作につられて A と俺も体がビクってなる。 A、 何なんだよ。 B、 それよく見てみろよ。 A、 なんだよ言えよ、怖いから。 B、 爪じゃないか。瞬間三人とも完全に固まった。俺はその時ものすごい恐怖のそばで、なぜか冷静にさっきまでの音を思い返していた。ああ、あれ爪で引っかいてた音なんだ。どうしてそう思ったかわからない。だけど思い返してみれば繋がらないこともないんだ。階段を上がる時に鳴っていたパキパキっていう音も、何かを踏みつけていた感触も、床に大量に散らばった爪のせいだったんじゃないかって。そしてその爪は壁の向こう側から必死に引っかいている何かのものじゃないかって。きっと膝をついて残飯を食った時、恐怖のせいで階段を無茶に駆け下りた時、床に散らばる爪の破片のせいで怪我をしたんだろう。でもそんなことはもうどうでもいい。確かなことはここにはもういられないってことだった。俺は A と B に言った。このまま働けるはずがない。 A、分かってる。 B、俺もそう思ってた。俺、明日おかみさんに言おう。 A、行っていくのか。俺、仕方ないよ、世話になったのは事実だし謝らなきゃいけないことだ。 B、 でも今回のことでおかみさん怪しさナンバーワンだよ。もしあそこに行ったって言ったらどんな顔するのか俺見たくない。俺、バカ、言うはずないだろ、普通に辞めるんだよ。 A、 うん、そっちの方がいいな。そんなこんなで俺たちはその晩のうちに荷物をまとめ、男なのにむさ苦しくってしか申し訳ないが、あまりの恐怖のため布団を2枚くっつけて、そこに3人で無理やり寝た。目指しのように寄り添って寝た。誰一人寝息を立てるやつはいなかったけど、そうして明日を迎えることになるんだ。次の日、誰もほとんど口を聞かないまま朝を迎えた。沈黙の中、急に携帯のアラームが鳴った。いつも俺たちが起きる時間だった。B の体がビクンってなって、相当怯えているのが伺えた。B
は根がすごく優しいやつだから前の晩俺に言ったんだ。 B、 ごめんな、俺なんかよりお前の方が全然怖い思いしたよな。それなのに俺がこんなんでごめん、助けに行かなくてほんとごめん。俺はそれだけで本当に嬉しくて目頭が熱くなった。でもよくよく考えてみると、俺なんかより怖い思いってなんだろう。実際に恐怖の体験をしたのは俺だし、 A も B も下から眺めていただけだ。もしかしてあれか、俺の階段を駆け下りる姿がまずかったか。普通に考えて俺の体験談が恐ろしかったってことか。少し考えて、俺も大概恐怖に飲まれて相手の言葉に過敏になりすぎてると思った。こんな時だからこそ早く帰ってみんなで残りの夏休みを楽しくゆっくり過ごそうと、そればかりを考えるようにした。だがその後の B の怯えようは半端なかった。俺たちが立てる音一つ一つに反応したり、俺の足の傷を食い入るようにじっと見つめたり、明らかに様子がおかしかった。 A も普段と違う B を見て多少ビビりながらも心配したんだろう。 A、 おい大丈夫か、寝てないから頭おかしくなってんのかと問いかけながら B の肩をつかんだ。すると B は急にうるさいと叫び、 A の腕をすごい勢いで振り払ったんだ。 A と俺は一瞬沈黙した。俺、おいどうしたんだよ。 A は急の出来事に驚いて声を出せずにいた。 B、 大丈夫かだって、大丈夫なわけねえだろ、俺も丸々も死ぬような思いしてんだよ。何も分かってねえくせに心配したふりすんな。 A を睨みつけながらそう叫んだ。何を言ってるんだろうと思った。 B の死ぬ思いってなんだ、俺の話を聞いて恐怖してたわけじゃないのか。 A と B は仲間内でも特に仲が良かったんだが、その関係も A が B をいじる感じで、どんな悪ふざけにも B は怒らず調子を合わせていた。だから B が A に声を荒げる場面なんか見たことなかったし、もちろん当の本人 A もそんな経験なかったんだと思う。 A は俺も見たことないくらいにオロオロしていた。俺は疑問に思ったことを B に問いかけた。俺、死ぬ思いってなんだ、お前ずっと下にいたろ。 B、 いたよ、ずっと下から見てた。そして少し黙ってから下を向いていった。 B、 今も見て。今も、え、何よ。俺は訳がわからない、全然わからないんだが、よくある話で B の気が狂ったんだと思った。何かに取り憑かれたんだと。そんな思いをよそに B は震える口調で、でもしっかりと喋り出した。 B、 あの時俺は下にいたけど、でもずっと見てたんだ。俺、上がっていく俺だよな。 B、 違うんだ、いや初めはそうだったんだけど、お前が階段を上り切ったくらいから見え出したんだ。俺、うん、本当はこの時俺の心の中は聞きたくないという気持ちが大半を占めていた。でも B はもうこれ以上一人で抱えきれないという表情で、まるで前の日の自分を見ているようだったんだ。あの時俺の話を最後までちゃんと聞いてくれた A と B、 あれで自分がどれだけ救われたかを考えると、俺には聞かなくちゃならない義務があるように思えた。俺、何が見えたんだ。 B はまた少し黙り込み覚悟したように言った。 B、 影だと思う。俺、影。 B、 うん、
はじめはお前の影だと思ってたんだけど、お前がしゃがみ込んで残飯を食ってる間にもずっと影は動いてたんだ。お前の影が小さくなるのはちゃんと見えたし、自分らの影も足元にあった。それでそれ以上に動き回る影が3つ、いや4つくらいあった。俺は全身にブワッと鳥肌が立つのを感じた。どうかこれが B の冗談であってくれと思った。しかし今目の前にいる B はとてもじゃないが冗談を言っているようには見えなかった。むしろ冗談という言葉を口に出した途端に殴りかかってくるんじゃないかってくらいに真剣だった。俺、あそこには俺しかいなかった。 B、 分かってる。俺、そもそもあのスペースに人が 4,5 人も入って動き回れるはずがない。あの階段は人が一人通れるくらいのスペースだったんだ。 B、 あれは人間じゃない。それくらいわかるだろう。それにどう考えても人じゃ無理だ。 B はぽつりと言った。俺、どういうことだ。 B、 全部壁に張り付いてた。俺、え、雲みたいに全部壁の横とか上に張り付いてたんだ。それでもぞもぞ動いてて、それで、それで自分の見た光景を思い出したのか、 B の呼吸が荒くなる。俺、落ち着け、深呼吸しろな、大丈夫だ、みんないる。 B はしばらく興奮状態だった。落ち着きを取り戻してまた話し出した。 B、 あれは人じゃない。いや、元から人じゃないんだけど、形も人じゃない。いや、人の形はしてるんだけど違うんだ。 B が何を言いたいのかなんとなく分かった。俺は、俺、人間の形をした何かが壁に張り付いてたってことかと聞いた。B は黙ってうなずいた。口から飛び出しそうなくらいに心臓の鼓動が激しくなった。とっさに B が見たのは影じゃないと思った。影が横や上の天井を動き回るのは不自然だ。仮にそれが影だったとしても、確実にそこに何かがいたから影ができたんだ。それくらいバカの俺でもわかる。ということは、俺は自分の周りで這い回る何かに気づかず、しかも腐った残飯をもりもりと食べていたってことなのか。あの音は、あのガリガリと壁を引っかく音は、壁やドアの向こう側からじゃなくて、俺のいる側のすぐそばで鳴っていたということか。あの呼吸音も。恐怖のあまり頭がクラクラした。そんな俺の様子を知ってか知らずか、 B は傍らに立っていた A に向き直る。 B、 ごめん、さっきは取り乱して悪かったと謝った。 A、 いや大丈夫、こっちこそごめんな。 A もすかさず謝った。その後なんとなく気まずい雰囲気だったが、俺は平静を保つのに必死だった。無意味に深呼吸を繰り返した。そんな中、 A が口を開いた。 A、 お前さ、さっき今も見てるって言ったけど。 B は A が言い終わらないうちに答えた。 B、 ああ、ごめん、あれはちょっと錯乱してたんだわ。ごめん、今は大丈夫。そう言った B の笑顔は完全に作り笑いだった。明らかに無理をした笑顔で、目はどこか違うところを見ているようだった。関係ないんだが、この時なぜかものすごい印象的だったのは、 B の目の下がピクピク言ってたことだ。こんな何人かに一人はよくあることだよな。だけど
無理して笑う人の目の下ピクピクは結構来るものがあるぞ。話を戻すと、 A と俺はそれ以上聞かなかった。臆病者だと思われても仕方ない。だけど怖くて聞けなかったんだ。ちょっと考えてみろ。ここまで話した B があえて何かを隠すんだぞ。絶対無理だろ。聞いたら俺の心臓砕け散るだろ。それこそ俺が発狂するわ。少しの沈黙の後、広間の方から美咲ちゃんが朝飯の時間だと俺たちを呼んだ。3人で話している間に結構な時間が過ぎていたらしい。正直食欲などあるはずもなく、だが不審に思われるのは嫌だったし、行くしかないと思った。俺はのっそりと立ち上がり2人に言った。俺、なるべく早い方がいいよな。朝飯食い終わったら言おう。ええ、そうだな。 B、 俺飯いいや。 A さ、ノート PC 持ってきてたよな。ちょっと貸してくれないか。 A、 いいけど朝飯食えよ。 B、 ちょっと調べたいことがあるんだ。あんまり時間もないし、悪いけど二人で行ってきて。俺、了解。美咲ちゃんに頼んでおにぎり作ってもらってきてやるよ。 B、 うん、ありがとう。 A、 パソコンは俺のカバンの中に入ってる。勝手に使っていいよ。ネットもつながるから。そう言って俺たちはそのまま広間に行った。後から考えると、やめるその日の朝飯食うってどうなの。他人がやってたら絶対突っ込むくせして、俺ら普通に食べたんだが。広間に着くと、おかみさんが俺らを見て、さらには俺の足元を見て、満面の笑顔で聞いてきたんだ。おはよう、よく眠れたって。そんな言葉初日以来だったし、昨日のこともあったからすごい不気味だった。ビビった俺は直立不動になってしまったわけだが、 A が、 A、 はい、すみません遅れて、と返事をしながら俺のケツをパンと叩いた。体がスッと動いた。いつも人一倍ビビっていた A に助け舟を出してもらうとは思わなかったから正直驚いた。そして B が体調不良のためまだ部屋で寝ていることを伝え、美咲ちゃんにおにぎりを作ってもらえるよう頼んだ。あ、いいですよ。それより B 君、今日は寝てた方がいいんじゃ。美咲ちゃんは心配そうにそう言った。 A と俺は特に何も言わず席に着いた。もうやめるから大丈夫とは言えないからな。朝飯を食っている間、おかみさんはずっとニコニコしながら俺を見てた。箸が完全に止まってるんだ。俺、時々飯みたいだ。美咲ちゃんも旦那さんもその異様な光景に気づいたのか、チラチラ俺とおかみさんを見てた。 A は言うまでもなく凝固。すさまじく気分の悪くなった俺たちは朝飯を早々に切り上げて、おかみさんたちに話をするため部屋に B を呼びに行った。部屋に戻る途中、 B の話し声が聞こえてきた。どうやらどこかに電話をしているようだった。俺たちは電話中に声をかけるわけにもいかなかったので、部屋に入り座って電話が終わるのを待った。 B、 はい、どうしても今日がいいんです。はい、ありがとうございます。はい、はい、必ず伺いますのでよろしくお願いします。そう言って電話を切った。どうやら B はここから帰ってすぐどこか行く予定を立てたらしい。俺も A も別に詮索するつもりはなかったんで何も聞かず、すぐに B を連れて広間に向かった。広間に戻ると、美咲ちゃんが朝飯の片付けをしていた。おかみさんはいなかった。俺はふと思った。あそこに行ってるんじゃないかって。棒に飯乗っけて、2
階家の階段に消えていったあのおかみさんの後ろ姿がフラッシュバックした。きっとあの時持ってった飯はあの残飯の上に積み重ねてあったんだろう。そうして何日も何日も繰り返してあの山ができたんだろうな。一体あれは何のためなんだ。俺の頭に疑問がよぎった。けどそんなこと考えるまでもないとすぐに思い直した。俺は今日でやめるんだ。ここともおさらばするんだ。すぐに忘れられる。忘れなきゃいけない。心の中で自分に言い聞かせた。 A がおかみさんの居場所を美咲ちゃんに尋ねた。おかみさんならきっとお花に水やりですね。すぐ戻ってきますよ。そう言って美咲ちゃんは B の方を見て、 B 君、すぐおにぎり作るから待っててねと笑顔で台所に引っ込んだ。ああ美咲ちゃん、何もなければきっと俺は美咲ちゃんとひと夏のアバンチュール。俺たちはおかみさんを戻ってくるのを待った。しばらくするとおかみさんは戻ってきて、仕事もせずに広間に座り込む俺たちを見て、どうしたのあんたたちと、きょとんとした顔をしながら言った。俺は覚悟を決めて切り出した。俺、おかみさん、お話があるんですけど、ちょっといいですか。おかみさんは、なんだい、深刻な顔して、と、俺たちの前に座った。俺、勝手を承知で言います。俺たち、今日でここを辞めさせてもらいたいんです。A と B もすぐ後に、お願いしますと言って頭を下げた。おかみさんは表情一つ変えずにしばらく黙っていた。俺はそれがすごく不気味だった。眉一つ動かさないんだ。まるで予想していたかのような表情で。そして沈黙の後、そうかい、わかった。本当にもうしょうがない子たちだよと言って笑った。そして給料の話、引き上げる際の部屋の掃除などの話を一方的にしゃべり、用意ができたら声をかけるようにと俺たちに言ったんだ。拍子抜けするくらいにすんなり話が通ったことに3人とも安堵していた。だけど心のどこかでなんかおかしいと思う気持ちもあったはずだ。話が決まったからには俺たちは即行動した。荷物は前の晩のうちにまとめてある。あとは部屋の掃除をするだけでよかった。バイトを始めてから仕事が終われば近くの海で遊んだり、疲れてる日には戻ってすぐに爆睡だったんで、部屋にいる時間はあまりなかったように思う。だから男3人の部屋といえど元からそんなに汚れているわけでもなかった。そんなこんなで1時間ほどの掃除をすれば部屋もだいぶきれいになった。準備ができたということで俺たちは広間に戻り、おかみさんたちに挨拶をすることにした。広間に着くとおかみさんと旦那さん、そして悲しそうな顔をした美咲ちゃんが座っていた。俺たちは3人並んで正座し、俺、短い間ですがお世話になりました、勝手言ってすみません、ありがとうございましたと言って頭を下げた。するとおかみさんが腰を上げて俺たちに近寄りこう言った。こっちこそ短い間だったけどありがとうね。これ少ないけど。そう言って茶封筒を3つ、そして小さな巾着袋を3つ手渡してきた。茶封筒は思ったよりずっしりしてて、巾着袋はすごく軽かった。そして後ろから美咲ちゃんが、元気でねと言ってちょっと泣きそうな顔しながら言うんだ。そしてみんなの分も作ったからって3人分のおにぎりを渡してくれた。おいおいやめてくれ、泣いちゃうよ俺。そう思ってあまり美咲ちゃんの顔を見れなかった。前日で死にそうな思いをしたのにまさかの戦地って思うだろう。だけど実際すげえ世話になった人との別れって、その時はそういうのなしになるもんなんだわ。
挨拶も済んで俺たちは帰ることになった。行きは近くのバス停までバスを使ってきたんだが、帰りはタクシーにした。旦那さんが車で駅まで送ってくれるって話も出たんだが、 B が断った。そして美咲ちゃんに頼んでタクシーを呼んでもらった。タクシーが到着すると、おかみさんたちは車まで見送りに来てくれた。周りから見ればなんとなく感動的な別れに見えただろうが、実際俺たちは逃げ出す真っ最中だったんだよな。タクシーに乗り込む前に俺は振り返った。かろうじて見えた2階の階段のドア、目を凝らすとほんの少し開いているような気がして思わず顔を背けた。そして3人とも乗り込み、行き先を告げた後すぐ車が動き出した。旅館から少し離れると、急に B が運転手に行き先を変更するよう言ったんだ。運転手に何かメモみたいなものを渡して、ここに行ってくれと。運転手はメモを見て怪訝な顔をして聞いてきた。大丈夫？結構かかるよ。 B、 大丈夫です。 B はそう答えると、後部座席でキョトンとしている俺と A に向かって、 B、 行かなきゃいけないところがある、お前らも一緒にと言った。俺と A は顔を見合わせた。考えていることは一緒だったと思う。どこへ行くんだ。だが朝の B の様子を見た後だったんで、正直息が引けて何も聞けなかった。また切れ出すんじゃないかとビビってたんだ。しばらく走っていると運転手さんが聞いてきた。後ろを走ってる車、お客さんたちの知り合いじゃない？と思って振り返ると、軽トラックが1台後ろにぴったりくっついて走っていた。そして中から手を振っていたのが旦那さんだった。俺たちは何か忘れ物でもしたのかと思い、車を止めてもらえるよう頼んだ。道の端に車が止まると、旦那さんもそのまますぐ後ろに軽トラを止めた。そして出てくると俺たちのところに来て、そのまま帰ったらダメだと言った。 B、 帰りませんよ、こんな状態で帰れるはずないですから。と旦那さんはやけに話が通じ合っていて、 A と俺は完全に置いてけぼりを食らった。俺、A、どういうこと？何が何やらわからんかったので素直に質問した。すると旦那さんは俺の方を向き、まっすぐ目を見つめていった。旦那、おめえあそこ行ったな。心臓がドクンってなった。なんで知ってんの？この時は本気で怖かった。霊的なものじゃなくて、なんていうか大変なことをしてしまったっていう思いがすごくて、俺ははいと答えるだけで精一杯だった。すると旦那さんはため息を一つつくと言った。旦那、このまま帰ったら完全に持ってかれちまう。なんであんなとこ行ったんだかな。まあ元はといえば俺がちゃんと言わんかったのが悪いんだけどよ。おい、持ってかれるってなんだ、勘弁してくれよ。ここから帰ったら楽しい夏休みが待ってるはずだろ。不安になって A を見た。 A は驚くような目で俺を見ていた。さらに不安になって B を見た。すると B は言うんだ。大丈夫、これからお祓いに行こう。そのためにもう向こうに話してあるから。信じられなかった。疲れていたってことか。なんだよ、俺死ぬのか。この流れは死ぬんだよな。なんであんなとこ行ったんだって。行くなと思うなら初めから言ってくれ。あまりの恐怖で自分の責任を誰か他の人に転嫁しようとしていた。呆然としている俺を横目に旦那さんは話を進めた。旦那、お祓いだって？ B、 はい。旦那、おめえ見えてんのか？ A、 おい見えてるって。 B、
めん、今はまだ聞かないでくれ。俺は思わず B につかみかかった。俺、いい加減にしろよ、さっきから何なんだよ。旦那さんが割って入る。旦那、おいおいやめとけ、おめえら逆に B に感謝しなきゃならねえぞ。ええ、でも言えないってことないんじゃないですか。旦那、おめえらまだ見えてないんだ、一番危ないのは B なんだよ。俺と A は揃って B を見た。 B は困ったような顔をしてそこにいた。俺、どうして B なんですか。実際にあそこに行ったのは俺です。旦那、わかってるさ、でもおめえは見えてないんだろ。俺、さっきから見えてるとか見えてないとか何なんですか。旦那、知らん。俺、はぁ、とんちんかんなことを言う旦那さんに対して俺はイラッとした。旦那、真っ黒だってことだけだな、俺の知ってる情報は。だがな、そう言って旦那さんが B を見る。旦那、お祓いに行ったところでなんもなりゃせんと思うぞ。B は疑いの目を旦那さんに向けて聞いた。 B、 どうしてですか。旦那、前にもそういうことがあったからだな、でも詳しくは言えん。 B、 言ってみなくちゃわからないですよね。B、 あ、違う、旦那、それはそうだな。 B、 だったら。旦那、それでダメだったらどうするつもりなんだ。見えてからはとんでもなく早いぞ。早いという言葉が何のことを言っているのか俺にはさっぱりわからなかった。だが旦那さんがそう言った後、 B は崩れ落ちるようにして泣き出したんだ。声にならない泣き声だった。俺と A は傍らで立ち尽くすだけで何もできなかった。俺たちの異様な雰囲気を感じ取ったのか、タクシーの窓を開けて中から運転手が話しかけてきた。お客さんたち大丈夫ですか。俺たち3人は何も答えられない。 B に限っては地面に伏せて泣いている始末だ。すると旦那さんが運転手に向かってこう言った。旦那、ああすまんね、呼び出しておいて申し訳ないんだが、こいつらはここで降ろしてもらえるか。運転手は、え、でもと言って俺たちを交互に見た。その場を無視して旦那さんは B に話しかける。旦那、俺が何でおめえら追いかけてきたかわかるか。事の発端を知る人がいる、その人のところに連れてってやる。もう話はしてやる、すぐに来いとのことだ。時間がねえ、俺を信じろ。肩を震わせ泣いていた B は精一杯だったんだろうな。顔をしわくちゃにして声を詰まらせながら言った。 B、 お願いします。呼吸ができていなかった。男泣きでもなんでもない、泣きじゃくる赤ん坊を見ているようだった。昨日の今日だが、 B は一人で何かものすごい大きなものを抱え込んでいたんだと思った。あんなに泣いた B を見たのは後にも先にもこの時だけだった。 B のその声を聞いた俺は運転手に言った。俺、すいません、ここで降ります、いくらですか。その後俺たちは旦那さんの軽トラに乗り込んだ。と言っても俺と A は後ろの荷台なわけで、乗り心地は史上最悪だ。旦那さんは俺たちが荷台に乗っているにもかかわらず、ありえんほどにスピードを出した。A から軽くめめしい悲鳴を聞いたがスルーした。どれくらい走ったのかわからない。あんまり長くなかったんじゃないかな。まあ正直、それどころじゃないほど尾てい骨が痛くて覚えていないだけなんだが。
称リゾートバイト前編をお届けしました。長い、そして切りどころがわからない。一応ここから先ですね、画面が、あれですね、バイトをしていた旅館からまた別の場面に切り替わりますので、ちょっとね不自然ではあるんですけれども、ここで一旦切らせていただきます。そしてですね、すいません、ちょっと水飲みタイムをください。ちょっとだけマイク切って休憩させてください。お願いします。長かったです。何分ぐらい読んだんだこれ。30分、11時半ぐらいから読み始めたのかな。ってことは1時間ぐらい、ほぼ1時間ぐらい読んでたってことですかね。きつい。いやー、確かにこっから先の話が長いですからね。やっぱトータル3時間ですね。いや、おー、びっくりですね。っていうか背中がバリバリですよ今。なんかね、モニターを眺めながら読んでるんで、結構ね、体が固まった状態で読んでるっていうか、本読んでるとか紙に書いてある原稿を読んでるとかっていうのと違うんで、あれですね、やっぱモニター見つめて読んでると結構体が固まりますね。読んでる間に随分とレスが流れた。どこだ。どこだ。ごめん、探せなくなってるね今。これは前回のことだ。あ、ここだ、見つけた。よしよしよし、あ、やっと見つかった。301番さんからですね、301番目の迷い人さん、 BGM ダブってないということで、あれ、なんかブレてます、ブレてますっていうかね、今こっちで聞いてる私の耳にはね、 BGM がブチブチ切れて聞こえてるんですけど、大丈夫でしょうか。たまになるんですよ。ただたまになってても、 YouTube なんかで音を確認すると特に問題なく聞こえてたりとかするんですけれども、
で、しばらくするとね、治るんですよね。なんだろう、一番最初にこのネトラジースケープを立ち上げて、インターナルに曲をポイポイポイと放り込んで、調子を見るために一回鳴らすんですけれども、その時もね、出だしはいつもブチブチになってるんですよね。ダブってる？ダブってる？大丈夫かしらね。302番カニさん、オバンディアス、ギョアさんの声にときめきに来ましたってことでね、こんな声でときめかんでもよろしいですよはい、ありがとうございます。303番トフさん、297番サツン1020さん、コンです、昨日はありがとうございました。師匠、昨日読んだやつで寂しがり屋の兄ってのがあったんだけど、その兄がレイと共存しようぜって言ってレイと仲良くなる、しまいにはその場所に住んで一人じゃないから寂しくないよって言ってるやつ、兄強すぎ何それ、何それ。豆腐さんさ、やってる時間が半端ないから結構な量読むよね。うん、あれですよ、短いやつを連続してポポポポンって読むんだったら、だいたい1回2時間で6本ぐらい読みますけど、トースター3時間とかやってるもんね。よく声が持つなと思いますよ、本当に。かくいう私は今なぜか鼻声になってきてますよ、やばいな、はい。304番トースさん、301番目のまゆびとさん、301さんはスマホで聞いてますか？俺もスマホなんですが BGM ダブってます。で、 PC で確認したら BGM ダブってないので、スマホで受け取り側に問題があるのかな、ということで、マジですか？スマホからだとダブって聞こえる。なんだろう、最近はちょっとね、スマホの方から音の感じを確認しないまま配信してるんで、ちょっと今あれ、でもあれだな、私の iPhone からだとそんなダブって聞こえないな、不思議だな。なんかあるんですかね、ちょっとわかんない。これに関してはこちらの方でちょっと調整のしようがないというか、とりあえず私の iPhone の方からは BGM ダブりなしで普通に聞けてるようです。すいませんね、なんだろうね、ちょっと変な感じ。305番釜吉さん、リゾートバイトええな、行安さんが語ってくれるなんて夢のようじゃ、ということで釜吉さんいらっしゃいますでございます。リゾートバイトとうとう手出しちゃいましたよ、やばいですよ、終わりが見えないですよ。今リゾートバイトガーッと読んできて、隣のスクロールバーの位置を確認して軽くめまいがしております。こっからあと半分同じぐらいスクロールバーのスペースが空いてるなと思ってね、ちょっとね愕然としておりますけれども、実際問題としてリゾートバイトこっからの方が本編みたいなもんだもんね。そうなのよ、本当にプレッシャーを感じるのはここから後なんですよねお祓いのシーンが一番大変っていうね、頑張るよ。306番ひなのすけさん、うちは BGM 大丈夫です。それよりまだ放送開始してなかったのにキーキーギゴギゴみたいな音がしてメディアプレイヤー閉じても止まらなくて怖くなって開いているウィンドウを全部開き直したら最初少し聞き逃しましたってことで、マジですか、なんだろうなんだろうなんだろう、読んでないよ。あれですよ、それ一応ソフト立ち上げて音がきちんと鳴るかどうかを確認して、で一旦その音を切った後に放送開始のボタンを押して、で音を鳴らし始めるんですよ。でもマウスクリックの音が入ることはあると思うんですけど、ヘッドセットのギコギコ言う音かな、マイクの位置をちょっと直したりとかするとね、ギゴギゴ言ったりするんですけれども、もうなんだろう、ちょっと今日は不思議なことが起こっているぞ。307番タトゥーン1020さん、カニさんこんばんは、はい、308さん、おい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 、
タツン1020さん、あれ何か BGM とギュアンさんの声が少し途切れ途切れでブチブチな音が鳴ってないですかってことで、あ、やっぱりブチブチ鳴ってた。なんだろうな、今ね、今音のブチブチ切れましたね、なくなりましたね。ただやっててたまに途中でね、こう音がブチって飛ぶことがあるんですよ。なんだろう、マイクかな、接続なのかな。今ね、サウンドブラスターってちっちゃい捨て引きを使って配信してるんですけど、これ使うようになってから音飛びとかなくなったはずなんですけどね。どうなんだろう、ちょっと放送終了したら一回音声データの方で確認してみますね。すいません。309番、違う、309番。だんだんちょあれだぞ、グダグダになってきたぞ。カインさん、タツン1020さん、トウさん、カマキチさん、こんばんは。カマキチさんレベル99になったっていうことでね。私も早く99になってますね、待ってるよ。99にならなくてもいつかカマキチさん呼びますからね、お願いしますね。ツイッターでお呼びしますよ。310番、青沼しずまさん、紳士淑女の皆様こんばんは。蒸し暑い今宵、行安姫にとびきりひんやりする真夏の夜の夢を見せていただきに参りました。いらっしゃいますでございます。いや、ありがとうございます。姫じゃないけどありがとうございます。はい。311番目の迷い人さん、うふん、おこんばんは、へっということでね、へっきりさんね、はい、いらっしゃいませでございます、こんばんは。312番目の迷い人さん、休憩入れてくださいよ、一気は長すぎるということでね、いや、無理、一気にはね、さすがにここまでが精一杯ですね。いや、止めようと思ったんだけど、止めどころがわかんない。話の流れ的にね、止めどころがわかんないです、これ。とりあえず一番最初に読むときから、場面の切り替わるところで一回切ろうと思ってたんで、一回こうやって切りましたけれども、果たしてここで良かったのかどうかというね、疑問は常にあるんですが、でもここで切らないと、今度お寺の中になっちゃうからね。無理だね、ここで切っといて正解だろうな。はい、ありがとうございます。113番目の前人さん、104番目の豆腐さんへ、スマホです、どうやら受信側の問題みたいですね、ということで、ああそうですか。なんだろうね、 iPhone と Android でもまた違ったりするのかな、ちょっとね、そこら辺のね、技術的な問題はちょっとわかんないんですけどね。とりあえずすぐ近くで放送している私の iPhone ちゃん、愛ちゃんは問題なく音を拾っておりましたけれども。314番、サイファーさん、おはようございます。おはようございます、いらっしゃいませでございます。今まで寝てたのもしかして。315番、カインさん、314番サイファーさんへ、まだ夜だよということでね、もしかしてね、昨日放送が終わってからずっと寝てたのかなみたいな気が。お疲れ様でございます。316番、青沼静馬さん、リゾートバイトを朗読されるとは、今宵拝聴できる私は過保者ですということでね、いえいえいえ、以前からね、ちょっと有名どころ大御所さんのお話で長編のやつを読んでもらえないかというリクエストを何回かいただいてたんですけれども、なかなかちょっと機会がないというか、自分でどこまで読めるかというのがね、自信がなかったので、そのうちにっていうことにしてたんですけれども、ちょっとね、ここら辺で一発やってみようかなという気になりまして、ね、この長さにちょっと膝がカクンっていきそうになりましたけれども、リゾートバイト読めちゃったらあとはどんとこいだろうみたいな。コアバナサイトさんの方でもね、大長編ということでカテゴリーに入ってるのは4本しかないんですよ。一応他は全部長編というカテゴリーに入るんですが、このコアバナサイトさんの方で大長編に分類されているのは、このリゾートバイトと、危険な好奇心、ノック、夢鬼ですね、この4本が大長編ということでカテゴライズされてます。夢鬼は読んだんだよね、夢鬼は去年、
去年だったか今年の2月か、夢鬼には読んでますね。で、危険な好奇心はね、あれですよ、おっちゃんさんが配信されてんのをずっと聞いてました。ノックって知らないんですよ、どういうお話なのか。またちょっとね、ノック目を通してみて、トライするだけの勇気が湧いたら読んでみようかなと思っております。317番黄色い羊さん、こんばんは。今回は作業しているので聞けませんが、後で録音で聞かせてもらいます。ただいま絶賛 B で L なセリフを書いてまして、あえでますね。声優さんがすでに決まっているので、どんな顔して読むだろうかと内心楽しんでおります、ということで、わー、 S な羊さんが出てきましたよ。そうか、 B で L なセリフですかね。今度ね、B で L なお話を豆腐さんのところに投下されるという噂も聞いておりますので、虫の話もね、投下されるというのを聞いておりますのでね、楽しみにしております。はい。318番鎌吉さん、喉大丈夫かな、長いから心配じゃ、ということで、はい、ありがとうございます。さすがにね、これを一気に今晩読んでしまうだけの勇気は私にもありません。大概ね、喉が持たないことが分かっておりますので、喉が持たないことよりもね、なぜ今ここに来て鼻が詰まり始めたっていうの方がちょっと気になってしょうがないってね。はい、ありがとうございます。319番キャンピングカーでの恐怖体験さん、リゾートバイトしようと思ったことあるけど結局できなかったな。兄貴はスイカの収穫のバイトでどっかの田舎に泊まり込みで行ったらしい。自分は車の免許は旅行気分で1ヶ月用意して合宿で取得したので、この話聞いてるとなんとなく思い出します。滞在予定期間をオーバーしちゃって、教習所で知り合った初対面の人の自宅に2日間泊まらせてもらいました。すっごいな。っていうか、あれだよね、キャンピングカーでの恐怖体験さんって、恐怖体験じゃないんだけど、いろいろなんか体験談聞いてると結構ワイルドなことしてますよね。いや、普通できないから、教習所で知り合った初対面の人の自宅に2日間泊まるとか。すげえな、その行動力、見習いたいな。でもあれですよね、本当に夏休みとかにね、1ヶ月教習で取っちゃうとかっていう人多いですよね。まあ、その時にまとめて取れちゃうのが一番時間的に楽なのかなっていうのはありますけれども、ちなみに私は高校卒業までに免許を取るきっかけがなかったので、そのまま今もずっと免許を持っておりません。大体あれだよね、高校3年の卒業間近に免許を取得しないとなかなかきっかけがつかめないよね。で、特に私その後仕事に就いたのが都内で電車できるところだったから、車なくても全然平気だったし、その後の自分の生活にもあんまりね、車ないと困るっていうことがなかったから、未だにね、あれですよ、原付の免許も持ってないし、車の免許も持ってないし、本当に歩く自転車、電車、あとは乗っけてもらうっていうね、移動手段がそれしかないですけれども、ただね、ぼちぼち車じゃなくてもいいから現地の免許は欲しいかなっていうような気もしないでもない。結構ね、自転車で行くには体力的にきつい場所も出てきたんでね、そろそろちょっと電気で走るものに変えたいなっていうようなね、電気というかガソリンでね走ってくれるものに変えたいなっていうような気はしておりますね。320番鎌吉さん、まさかここまで語りきるとは、姉さん恐るべしということで、いや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 、ここまではとりあえず読もうって最初から予定してたんですけど、ここまでの間に1回休憩を挟むかどうかっていうのを読みながらじゃないと分かんないなと思ってたんで、とりあえず読んでみました。はい、ここまではなんとか休憩なしで来れました。でも次回は分かんない。次回はね、結構セリフがいっぱい入ってるしね、どうしよう、声の使い分けができない、ただでさえ声の使い分けができないのにさらにできなくなる。お堂の中でね、お祓いで一晩過ごさなきゃいけないところに、出てきますけれどもね、会議がやってきますけれども、そこはねちょっとね、ずるさせていただきます。マイクのエフェクター使わせていただきます。長いねこれ、今後半部分をガーッとスクロールして見てるんですけど、
前半読んだ文よりも後半の方がやったら長く感じる。すっごいな。でもこれ書いた人もすごいよね、うん、でそしてこれを読んだことのある歴代怪談 DJ さんもすっげえなと思いますよ。本当に自分で読んでつくづく思うね、うん、玉虫さんとかこれ放送始めた当初3時間かけて読んだとかも感心する、尊敬するね本当に。おっちゃんさんとかも読んだことあるのかね、リゾートバイトね。今度ちょっとアーカイブ調べてみよう。すげえな、すごいな、しかあれだな、言いようがないな。321番通りすがりの階段好きさん、こんばんは。途中から聞かせてもらってます。対策ですが無理なさらずにということで、はい、ありがとうございます、ね、ちょっと負担をあまりかけないようにとりあえず前編はここで一旦切らせていただきます。322番目の迷い人さん、トイレ大丈夫ということで、はい、ありがとうございます。トイレはね、放送前にお話にちゃんと行ってきましたんで大丈夫ですよ、ありがとうございます。323番青沼静馬さん、どうぞ喉を潤して休ませて頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます。読みながらねちょいちょい、飲んではいたんですけれども、どうしてもねごくごくとは飲んでないんでね、あれですわ、まあ、ちょいちょいだましだまし読んでますね、はい。324番トウさん、リゾートバイト全編オツです。だいたい1時間かなということで、そうですね、だいたい1時間ですね、うん、11時半前後から読み始めて、読み終わって時計見たのが12時半でしたが、だいたい1時間ってとこですね。あーすごい。でも次回はこれ1回で終わらせる。3回には分けないぞと。325番まちまちはるさん、ピット678チャンネル、これピットさんですよね。ピットさんがリゾートバイトを朗読したとき、ユーストリームの録音時間3時間であったかなが切れて、後半の半分くらいが録音できてなかったぐらい長いもんなとかだ。そうそうそう、ユーストはあれだよね、3時間しか録音がないんで、それ超えちゃうと切れちゃうんですよね。やっぱりそうか、やっぱりそうか。326番鎌吉さん、リゾートバイトを昔話風にしてグダグダに変えてくださいました。いや無理無理無理、BGM が安定してないですよってことで、あ、どうなんでしょうね。今ね、今私の方では安定して聞こえてるんですが、どうなんだろう、サーバーの方の問題なのかな。サーバーが回線かっていうような感じもしないでもないですけれども、どうでしょうね、時間的なものもあるのかな、わかんないです。327番キャンピングカーでの恐怖体験さん、お疲れ様です。これは長いですね、ということで長いですよ。今前半読ませていただいたのと同じ、もしくはもうちょっと多いぐらいがあります、後半に、はい。なのでね、来週の水曜日は本当ちょっと気合を入れて読まないといけないですね。来週の水曜日って、来週の水曜日って私仕事行った帰りだわ。あれですよ、職場でね、まあ、会社の人たちといろいろおしゃべりをして帰ってくると意外とすんなり声が出るんですよ。なんですけど家にいてそんなね、家族とベラ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 喋んないん で、夜になってこう声を出し始めると結構ね、辛かったりとかしますね。すぐに声が枯れちゃったりとかしますね。だから昼間からきちんと声を出しとけば喉も発声になれるのかなっていう、そんな気がしますね。328番伊勢江戸さん、こちらも BGM がダブったりブチブチと切れて聞こえますということで、あ、マジですか、そうか、じゃあ一旦ちょっとこれ、BGM を切ってみますね。これでどんなもんでしょうね。今ちょっと鳴らしてた BGM を一旦切りました。 BGM だけかな、ブチブチ切れてたの、そんなことないよな。329番トフさん、スマホで聞いてますがブツブツ切れてますということで、あ、マジですか、あららら、ね、330番目の迷い人さん、 BGM なしの方がいいかもということでね、今ちょっと BGM 切ってみました、はい。
もうエンディングまでしばらくね、BGM なしでやっていこうかなと思います。331番目の迷い人さん、長い話なので休憩取りながらお願いします。ギョンさんが壊れてしまいます。 BGM タンギングみたいになってますが、書いてるうちに治りましたということで、あらららら、どっちだろうね、こっちのパソコン側の問題なのか、サーバーの問題なのか、受け取り手側の問題なのかっていうのが。ただね、機種によってきちんと受け取れたりタンギングになっちゃったりするのかな、どうなんだろうね、ちょっと不思議な感じですね。今ね聞いてた感じでは、先ほどみたいにこの耳、私の聞いてる耳の方でブチブチ音が切れるような現象はなかったんですけれども、なんだろう、ここ最近そういうことがなかったんでね、ちょっとねびっくりというか、あれどうしたんだろうっていう感じですね。332番トフさん、あ、BGM 変わってダブリ消えました。そしてブツブツ切れるのも消えました。今はかなり良好ですよということで、あらららら、ね、とりあえず今切りましたので、このまま何事もなく言ってくれればいいなと思っております。あれかな、こっちの方でいろいろとバックグラウンドで立ち上げてるものがあるんで、そういった関係もあったのかな。333番ヘッケリさん、バレたへってことでね、ヘッケリさんすぐわかりますよだって迷い人って書いたって、ウフンとかって書くのヘッケリさんしかいないじゃないですかだいたいね、このぐらいになってくると、書き込みいただいてる感じで、あ、なんとなくこの人かなというようなのはわかるようになってきました。はい。でもまあ間違うこともあると思いますけどね。334番目の迷い人さん、朗読中は W はありませんでしたということで、ああそうですか、あらららら、335番豆腐さん、ブツブツ再発ということで、あらららら、そっか、ね、今とりあえず切りましたので、はい。336番鎌吉さん、まだレベル4です、すいませんということで、いや、いいんですよ、いいんですよ、これからですよ、レベル4とかだって全然構わないですよ。私は呼びますよ、私は語っていただきますよ私は鎌吉さんの話が好きなんですよ。337番ひなのすけさん、放送 URL クリックするとメディアプレイヤーが起動するんですが、放送前や終了しているとエラーがポップアップで出るので、その状態でもキーキーギコギコ&人の気配みたいなのがしたので一気に汗が引きました。やめて、うちには食卓炎しかないんだよということで、マジですか、今日は誰も読んでないはず、読んでないはずですけどね、おかしいな誰か読んだかな、喋ってて、あれですよ、こめかみの動きに合わせて、ちょっとね、ヘッドセット、頭にかかる部分がプラスチック製のものを使っているので、ちょっとガシガシ音がしたりとかするんですけど、まあ、そういうのとはちょっと違うだろうな。でも、今現在、我が家は、扇風機くんが首振ってて、エアコンくんが一生懸命除湿をかけてて、でテレビがちっちゃい音で鳴ってますね無音の状態ではさすがに私もできないんで、不思議、あらららら、メディアプレイヤーか、異音が発生してんのか、あらららら、338番目の迷い人さん、初劇リゾートバイト面白いよねということで、はい、いらっしゃいませでございます。リゾートバイトね、普通にね目読で読む分にはすごい面白いし、話もきっちりまとまってるんでね、対策だなというふうに思いますけれども、これね声出して読むとなかなかきますね、やっぱりね、これ読んじゃったらもうどんとこいって感じですよ本当に本当にそんな感じですよ339番一斉堂さん、私の方はアンドロイド携帯は普通に聞こえますが、メディアプレイヤーは異音が発生してます。あ、マジですか、そうなんだ。ほう。あれですよ。なんだっけ。使ってらっしゃるプレイヤーの種類というかね、その方がパソコンでどういうメディアプレイヤーをトップに持ってくるかに設定してるかによって、Windows のメディアプレイヤーが起動したり、iTunes が起動したり、あと、なんだっけ。
今、本家の方で、ネットラジオ本家の方で、下のプレイっていうやつをね、クリックすると、使えるやつなんかもありますから、それどれを使うとどういう風に音が入るというのはちょっと私も調べたことがないんでわかんないんですけど、多分ね、音が一番綺麗に入るのは iTunes かな、あとネトラジさんの方のね、本家のね、プレイで、私今まで Yahoo の方の、プレイヤーが起動してたんですが、ちょっとね、いろいろと使ってないものを削除しまして、で、そしたらね、こちらの Yahoo のプレイヤーの方も削除しちゃったみたいでね、今これ使うと、なんだっけ、なんだっけ、何プレイヤーが立ち上がるんだろう、これ、名前が出てこない、名前なんだっけな、あ、クイックタイムだ、クイックタイムプレイヤーだが立ち上がったりしますけどね。だから使ってるそのプレイヤーによっても音の入り方が違うのかもしれないですね。340番豆腐さん、あ、俺危険な好奇心読んだような気がするな。アーカイブも上げてないし、また読むかということで、マジですか、危険な好奇心ね。あ、そうだ、豆腐さん N ドライブどうすんの？あれ今年の11月でサービス終わっちゃいますけど。で、来年の4月からはもう一切その出し入れができなくなっちゃいますけど、ちなみに私は N ドライブ全部削除して K ドライブ1本にさせていただきました。移動させるの結構めんどくさいけどね。なんかうかうかしててサービス中止になって使えなくなるのも嫌なんで、とっととやっちゃいましたよ。ね、アーカイブ上げたら教えてくださいね。危険な好奇心聞きに行きますんで。341番黄色羊さん、リゾートバイトね、実際やったけどオカルト的話が多々ありましたな。怖くないけど変な話ですわ。これは脳内にしかないからこの辺も書き出すか。森の奥にある石碑のたたり、枝ぶりが良い大樹にかかるロープとか、沼の横にある祠の危険性とか、湿地での危険とか、興味ないですか。あれば書くけれどもって。いやだからそれ全部ドストライクですってば。だから羊さん知ってるじゃないですか、私がそういうのも 大好物だっていうの。だから出しちゃいけない話は私が読むだけにしますけれども、出していいお話でしたら何でも読みますよ私、本当に。それこそちっちゃいおっちゃんいっぱい出てきた的な話から、なんだろうね、読むとドーンとくるよっていうような話まで何でも読みますよ。いやー、ほんと今日興味ありありっすよ、大好物っすよ。はい、お願いします。342番黄色い羊さん、340番、豆腐さんに、豆腐さんとこのは全部録音してあるぜということでね。そう、うちも大概録音してありますよ。だからもしないのとかあったら聞いてくださいな。こちらの方から送れると思いますんで。343番豆腐さん、イサム、おっとお茶さん読んでましたよ、ニコ動にアップされてましたということで。おー、おっちゃんさんあれですよね、自分で上げてるわけじゃないんですよね、ニコ動にね。あれ有志の方が上げてらっしゃるそうなんで、おっちゃんさんは自分で N ドライブの方にデータを上げてるだけだということでね。その他は有志の人本当ありがとうございます的なことをおっしゃってましたけど、あの方もね、読んでる数が半端じゃないですからね。本当録音聞いてて、あれこれ昔読んだよねとかって言われて、いつ読んだかわかんねえよ、忘れちゃったよっていうようなやりとりがすごい頻繁に出てきますけれども、確かに3000話とか読んでたらなるだろうっていう、すっげえなって感じですよね。344番アキラさん、今来たけど終わりですか。車を運転していると霊が見えて事故ることを数回、家族から運転を禁止された泣きということで、マジですか、すげえな。ですね、すいませんね、先ほど1時間ほどかけて読み終わりまして、現在はね、レス読みをして、エンディングに入ろうかなというふうに思っております。、すぐにね、またアーカイブの方、明日は木曜日、明日中に、YouTube と K ドライブの方に上げられると思いますので、よかったらそちらの方をチェックしていただければありがたいです。
ていうか、それは家族から運転禁止令が出るレベルでしょう。確かに。はい、もしよかったら教えてくださいませ。ぜひね、8月の特別放送の方で体験談として読ませていただきたいと思いますので、出してもいいよというお話をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひぜひぜひ、教えていただければありがたいです。345番カインさん、336番釜吉さんへ。釜吉さん大丈夫、もうすぐジャンプアップチャンスが来るはずティロリロリロンってね。そうそうそう、あの釜吉さんが大きくなるってやつですね。346番コロニーさん、メディアプレイヤーで音質良好でした、回帰の仲間外れかということで、いや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 、あのまたそれぞれ違うところで違うことが起こってて気がつかないだけかもしれないというね。そうそうそう、もしかしたら我が家もこの部屋の中やたらと人口密度が高いのに私が気づかないだけかもしれない。もしかしたらうちのねアパートの玄関の前にはずらっと人が並んでるかもしれない。恐ろしい、想像すると恐ろしい。何が起こってるかはわからない。347番トフさん、342番黄色い羊さんへ。マジですか、俺データ消えてからん、消えてからってか、放送何回とかもやってないから編集しづらい、しづらい。今度危険な好奇心見つからなかったらデータくださいな、ということで。おお、いや、とりあえず数えとこうぜ、トフさん。今、うちの録音に入ってるだけでも相当入ってるけどね。だってそもそも豆腐さんところに私が遊びに行くようになったのって今年入ってからですよね。今年入ってからだってもう7月ですせ。相当回数やってるよ。1日2回とか3回とか豆腐さんやってたじゃないですか。それ考えたらもうあれじゃない、私の回数軽く超えてんじゃない、もしかして。もう100回とかやってんじゃない、すごいな。348番コロニーさん、ヤフーのプレイヤーはどうすれば立ち上がるのでしょう。いつの間にか立ち上がらないようになってしまいました。便利だったのにな。いつの間にか立ち上がるようになって去っていったヤフープレイヤーさん。あ、そうそうそう、私もいつの間にかこれが立ち上がるようになっていつの間にか消えてった。っていうか消えてったのは多分ね、ヤフーの何をアンインストールした時かな、検索バーか何かかな、何だったっけ、なんかね、もう使わないいらないソフトをちょっとアンインストールしようと思って整理してて、ヤフーのこの検索のは使わないなっていうので消した記憶があるんですよね。それから多分ねプレイヤー立ち上がらなくなったんで、それじゃないかなと思うんですけどね。以前はこれあれですよね、本家の公式のプレイをポチって押すと勝手に iTunes にダウンロードされてたんですよ。で今は私もあの一番トップに立ち上がるのを Windows のメディアプレイヤーに設定してるんで、カプチーノっていうね、録音できるソフトを立ち上げてやってますんで、聞くときはね基本メディアプレイヤーなんですけれども、やっぱ本家のサイトでプレイを押すとね、いつの間にかそのプレイヤー出なくなって、でクイックタイムですね。あ、でもね確かあのプレイヤーだけどっかでダウンロードできたはず、前になんかちょっと探した気がする。ヤフーのプレイヤー、なんだっけな、なんだったっけ、名前なんだったっけな、ちょっと忘れちゃいましたけどね。ま、ちょっと今度探してあのこの掲示板の方に書き込んでおきますね。なんかどっかで見つけた記憶があるんですよ。そうそうそう、なんか公式サイトかなんか立ち上がってました。ちょっと今度探して、こっちに書いておきますね。
349番目の迷い人さん、お話リクエストしてもいいですか？とか、いや、全然大丈夫です。どしどしね、メールでいただいても結構ですし、こちらの掲示板に書き込んでいただいても結構ですし、で、上のローカルルールの方に、業務用連絡のブログなんかもありますので、そちらのコメントを使っていただいても結構ですし、ツイッター、スカイプ等々、使いやすいものでね、どうぞ、迷い人さんの使いやすいもので、送っていただければ探してきて読ませていただきますので、ただ実際書籍になっているものとかだと著作権の問題で読めなかったりしますので、できればですね、こういう2ちゃんのまとめサイトさんですとか、コアバナさんのように、投稿されているサイトさんのものだとありがたいです。全部通して読まなければおそらく著作権引っかかることないと思うんで、ある程度は大丈夫だと思うんですけどね。書籍の方もなかなか難しいですね。なんで真ん中の数字から読むんだ。350番通りすがりの階段好きさん、リゾートバイト後編も楽しみにしてます。でも無理なさらずに、ギョンアンさんの素敵なお声は人類の宝ですからね。いやいやいや、そんな大行なものじゃないですよ。そんな大行なものじゃないですよ。それでも少しでも皆さんに楽しんでいただけると、非常に私としても嬉しいし、聞いていただいてね、本当にありがたいと思っております。はい。351番トウさん、 N ドライブやめます。俺今度は YouTube アーカイブあげますと思ったけど、 K ドライブもあげようかな。あ、では師匠にもデータヨロヨロって言いに行きます。でも危険な好奇心って確か朗読始めて1ヶ月しない時に読んだ気が、グダグダになってた気がするから、やっぱり読み直すかなということで。ああ、初めて1ヶ月だったら多分うちの方にデータ残ってないな。あれですよ、豆腐さんが初めて2ヶ月過ぎぐらいの頃ですよね。初めて掲示板の方に書き込みに行ったのが、だから1ヶ月だったら多分うちの方には残ってないと思いますね。読みますか。聞きに行きますよ。頑張ってください。352番 Y さん、今帰りました。今からですよね。Y さん、もう私1時間読んだ。リゾートバイト1時間読んだ、休憩なしで。今日はもうこれできっと終わる。いやー、353番キャンピングカーでの筐体計算、峠とか走ってると狭い脇道あるじゃないですか。その先に何があるのかなって気になっちゃうんです。普通の人ならビュンビュンスピード上げて通り過ぎちゃうんですけどね。なのであまり知られていないであろう廃墟とかにも遭遇しますよ。だってあれじゃないですか、キャンピングカーでの筐体計算ってあえてそういうところを探して入っていくところもあるんじゃないですか。いやー、だ普通の人はだってそういうところ目向かないもん、高速走ってたりとかして。いやでも峠だから高速とはまた違うか。いや普通の人って峠とか走ってると暗いし、峠道だし走り慣れてないしっていうので、あんまし脇道とかの方に気を取られたりとかしないと思いますけど、あえてそういうところを探して走ってます。すげえな。354番黄色い羊さん、うちにある豆腐さんとこの一番古いのは2013年3月17日だね。うちはネトラジの再生は音楽のプレイヤー使ってますよ。有名どころじゃないけど軽くていいっすよ。ネトラジも音楽も再生できる優れものってことで。あ、もしかしてあれですか、今日ツイッターの方でつぶやかれてたやつですか。ね、物によっては結構軽くて容量食わなくて、ネットラジ聞けるっていうようなソフトもあるみたいですよね。そうか。で、ちょっと探してみるといろいろ出てくるかもしれないですね。ただ注意しなきゃいけないのが、それをダウンロードするときにいらん機能まで一緒にダウンロードされてきちゃうっていうのがね、あるじゃないですか。特に PC とかだと、なんかそれの、なんていうの？PC 診断みたいな。今あなたの PC の状況はこんな感じですみたいなのを勝手にこう検索始める、機能がついてたりとかするんで、そこら辺がね、ちょっとめんどくせえっちゃめんどくせえなっていう気はするんですけどね。
355番コロリンさん、ありがとうございますということでね、はい、ちょっと探しておきますんで、またあのお時間のある時にね、こちらの掲示板ちょっと覗いてみてください。お願いします。356番豆腐さん、俺は今年の2月11日にデビューしてますので、してまふのです。あの頃は休みの日さ、いていでも、うん、無駄に放送してました。今度ざっくり数えるかということでね。現状私が軽く100は超えてますからね、倒産多分それ以上ですから。それ、夜中にいきなり配信したり、朝7時にいきなり配信したりしてましたもんね。250ぐらい読んでんじゃないですか。すごいなぁ。ね。はい。ということで、レスも一旦落ち着きましたので、ぼちぼちエンディングに入ろうかな。で、エンディングの BGM をかけたんだが、今私の耳元でブッチンブッチン言ってる。しばらくかけてると治るかな？どうだろう？かけ続けてるとね、治ったりとかするんですけどね。はい。まあとりあえずこれでこのままエンディングに移らせていただきます。少し音量絞るね。まあ毎度の業務連絡になりますけれども、8月ですね、今年のお盆はもういろんな方がいろんなイベントを企画していらっしゃいますので、私の方は手を出さずに、しっかりね、レスナーで参加させていただこうと思っております。ですので8月陰暦旧暦のお盆にですね、まあお盆ちょっと外れますけれども、17っつったか、私陰暦のあれって21じゃなかったっけ、あれ24つ、どっちつった、やばいな、私自分で何日って言ったか分からなくなってる。17か24のどちらか、うわざっくり言ったにね、ちょっと特別放送をさせていただこうと思っております。ちょっとね、りっこさんにまた予定を聞かないとね、わからないんで、京都の夜行さんの都合もあると思いますので、もし、りっこさんの方都合がつかないようでしたら、豆腐さんと2人で、ゲストを交えながらやらせていただこうかなというふうに思っております。ですので7月いっぱい、皆様からの体験談の投稿をお待ちしております。いつも通りね、ローカルルール、もうだんだん頭が回らなくなってきてる、ローカルルールの下も回らなくなってきてる、番組情報のところにね、ございます、ツイッターアカウント、行案数字の2あやかし語り、こちらのアカウントで、ツイッターやっております。まあ、大体ね、放送やるよとか休むよとか、データあげたよみたいなことしかつぶやいてませんけれども、そちらの方に、フォローしていただいて、いろいろ、まあ、質問等ございましたら、投げかけていただいても結構ですし、スカイプのアカウント、ローマ字で暁アンダーバー闇というアカウントで、スカイプもやっております。でこちらの方もね、コメントを投げかけておいていただけましたら、気づき次第すぐにね、いろいろとやらせていただきます。何をだ言葉が出てこなくなっちゃった。データね、この回のデータが欲しいんですけど的なことでもね、大丈夫ですので対応できますので、もしよろしかったらこちらの方も、ポチリとしてやってくださいませ。で放送専用の E メールアドレス、さおとめ .otome@gmail.com、 さおとめ .otome@gmail.com、 こちらの方にメールを送っていただいても大丈夫でございます。でもしもね、これ読んでもらうのは構わないんだけど放送で出さないでっていうような、ちょっと封印のお話などもあると思うんですが、そちらの方はね、メールで送っていただければ、私専用の封印フォルダーの方に閉じ込めまして、私が一人でこっそり楽しむだけに使わせていただきますので、はい、大丈夫です。何がだで、番組業務用ブログですね、あやかし語り、こちらの方はリンクで飛べるようになっております。でこちらの方にもですね、いろいろ業務連絡などを書き込んでおります。 YouTube、K ドライブ、なんやのデータが上がりましたということでね、
やっておりますので、そちらの方もチェックしていただければと思います。でそして、恐怖体験談募集ということで、こちらの投稿サイトを作りました。でこれもですね、リンクこちらをポチッと押していただければ直接そのサイトに飛べますので、そちらの方でですね、体験談、不思議体験、目撃談、放送は禁止というようなね、読んでもらうのは構わないけどちょっと放送で読むのはやめてねというようなものなどございましたら、こちらの方に、書き込んでいただければと思います。でこれはですね、特に、メールの登録とかもありませんので、本当に、名前書き込んでいただいて、そうですね、どなたの体験談なのかが分かるように名前だけ書き込んでいただければ、まあ、あとはね、本当にタイトルと本文だけで、大丈夫でございますので、ぜひね活用していただきたいなと思います。あとは何があったかな。そうそうそう、この後ですね、もうこれはちょっと番宣になるんですけれども、この後深夜2時から、ニコ生の方でですね、ネットラジエクスファイルのリコさんと、あの方はミュウさんですかね、あのニコ生主のミュウさんという方が、こうとてつもない企画ということで、つく物語ですね、99話語るというとてつもないイベントを企画していらっしゃいますので、もしお時間のある方いらっしゃいましたらぜひね、そちらの方にも遊びに行ってくださいませ。私もね3話ほど録音で参加させていただいております。で第1話目はね、先ほど掲示板の方にもいらっしゃいましたサイファーさんが第1話目で体験談を語られるということですので、もしこの後まだ起きてるよという方いらっしゃいましたら、ぜひね遊びに行っていただきたいなと思います。357番サイファーさん、こっちもぶっちんぶっちん、あはということで、あーマジですか、ぶっちんぶっちん切れてますか、ぬぬぬぬぬ、なんじゃろうな、今日なんかちょっと調子悪いな、なんでだろう。バーチャルミックスとか普通普段入れてないもんな、なんだうちの回線の関係かな。ちょっと嫌な感じ、普段スムーズにいってんのにブチンブチンって言ってちょっと嫌な感じ。358番黄色い羊さん、んーツイートしたかな、私の使用してるのはこれ、AIMP3、 ロシアのソフトなんですが、日本の愛好者が日本語解説のホームページを作ってますので、これをいろいろ探すのがいいっすな、リゾートバイトの話は書いておきますってことで、おろろろろろろ、お願いいたします。AIMP ね、あ本当だ、ちゃんと日本語でね解説されてますので、もしね、こちら興味のある方いらっしゃいましたら、使っていただいて、なんか仕様がかっこいいねこれね、いいな、見た目が綺麗だな、見た目が綺麗なプレイヤーってなんかいいですよね、使っててね、ちょっとなんかなんだろう、なんて言ったらいいんだろう、得した気分じゃないけどなんかちょっといい気分になりますよね。359番カインさん、 BGM ニューエフェクトバージョンお疲れ様ですってことで、ね、あれれれれ、私今日なんかどっかのエフェクト立ち上げてるかな、やだな、シテミキの方のなんかのエフェクト立ち上げてたらすっげー嫌だな、でも違うよな、ボイス FX もオフになってるしな、イコライザーもオフになってるしな、何がいけなかったんだろう、これサラウンド消しとこ今更になって何をごちゃごちゃやってるかっていうね、うん、でも原因が分かんないからね、なんだろうな、ちょっとやだな、次回までには治るといいな。360番鎌吉さん、お疲れ様でした、お盆の放送楽しみにしてますねということで、はい、ありがとうございます、お付き合いいただきましてありがとうございました。お盆の放送はね鎌吉さん呼ぼうかなと思ってます、はい、ぜひねお時間合えば出ていただけると嬉しいなと思っております。
まあね、今ねどうだろう、あの通常通り2時間でやるか3時間ぐらいやって前半体験談の後半ゲストさん呼んでのやろうかなとか思ってはいるんですけど、まだこれは私の脳内企画中ですとりあえずね今のところいただいている体験談を1回あのワードの方に落としてまとめ直して、何話ぐらい放送で出させてもらえるかっていうのをちょっとねチェックしていきたいと思っておりますので、またね、分かりましたら、私前回17って言ったかな、24って言ったかな17って言ったような気がするな。ね、またあのいろいろとね、決まり次第報告させていただきます。ほんと適当だな361番キャンピングカーでの共済計算、続々をワクワクを探しながら走ってますね。確かにお疲れ様でした。おやすみなさい。ということで、はい、ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。362番豆腐さん、354番黄色い羊さん、マジですか、結構初期ですやん。俺はネトラジはVLC プレイヤー使ってるなってな感じで、師匠おつおつでしたとかでね、はい、父さんもおつおつでございますね、ゆっくり休んでくださいませね。363番と、ひなのすけさん、今夜も怖楽しかったです、お疲れ様でした、おやすみなさいってことで、はい、ありがとうございます。お付き合いくださいましてお疲れ様でした。あ、変な言葉になったありがとうございました。ゆっくりお休みくださいませ。364番伊勢戸さん、朗読お疲れ様でした、来週のリゾートバイト後半期待しております、それでは良い夜を、はい、ありがとうございます。お疲れ様でございましたね。本当聞いていただいている皆さん、書き込んでいただいたレスナーの皆さん、本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。ですね、遅くまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。これって、いつものエンディングの言葉がスラスラ出てこない、まいった。それではこれで本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様おやすみなさいませ。Thank you.